放送席、そしてレフトスタンドのジャイアンツファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは8回無失点、見事今シーズンの4勝目を挙げました赤星投手です。赤星さん、ご自身の未知のイニング8回を0点で投げ切りました。今のお気持ちいかがでしょうか。本当に嬉しいです。今日はもうまっすぐ、カーブ、さらにはスプリット、まあ、どの球種もタイガース打線を苦しめたのかなというふうに思うんですが、ご自身で今日のピッチングを振り返っていかがでしょうか。でもどんどんまあ、ストライクゾーンで勝負できるようにいくのと、あとは、野手の皆さんに守ってもらいながら、点もたくさん取っていただいて、思い切って投げることができました。先週は同じカードで先発をされて、まあ、しっかりと試合は作られましたが、目の前でタイガースの胴上げを見るということになりました。今日のマウンドに期する思いがあったんじゃないでしょうか。そうですね、前回やられたので、このリベンジができるようにというのと、まだまだ CS に向けて一戦一戦、頑張っていこうという気持ちでマウンドに上がりました。全然大丈夫。赤星さん自身もシーズン序盤は苦しまれましたけれども、この大事な時期に素晴らしいピッチングが続いています。まあ、1回1回のマウンドの重みを感じていらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、なかなか序盤はチームの力になることができなかったので、後半こうやって、まあ、勝ちがついているのがすごい、まあ、自分にとってもチームにとってもすごいいいことだなと思います。あさってはカープ戦、そしてそれ以降ベイスターズとの3連戦も控えています。負けられない戦いが続きますけれども、最後にチームを代表して意気込みをいただけますでしょうか。CS に向けて、負けられない戦いが続いていくので、僕たち選手も頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは赤星投手でした。放送席どうぞ。